皆さんこんにちは、さきです。本日は愛され甘顔ピンクメイクでーす。今日は絶対秋デートで漏れる、誰がやっても絶対に漏れる甘すぎないマシュマロピンク系のメイクをやっていこうと思います。今日のメイクのポイントはベースの土台からちょっと明るめなピーチ肌を作る。で、2つ目は目の下にね、赤めのピンクをのせてあげることでちょっとうるうるっとしたうさぎっぽい甘顔になる。リップなんですけど、若干コーラルみがあるようなものを使うと柔らかい印象になるかなと思います。とにかく今日のメイクは本当にどんなシーンでも使えるのと、ピンクメイクちょっと腫れぼったくて苦手っていう方とかはぜひ参考にしてもらえると嬉しいです。最後ポイントを私がお話ししてるので、ぜひそちらも見てみてください。ということで動画スタート。はい、ということでメイクをしていきたいと思います。まずは下地から塗っていきます。セルブのピンク下地です。愛され顔とは関係なく、ピンクの下地はいつもこれクマのところと、あとくすみ、顔の肌ムラを消すのにいつも使っているので、結構大事なのが口周り意外とくすみやすいので、塗ると塗らないのだとだいぶ違う。このね、下地するだけで鼻の赤みとか本来グリーンで消えるものなんだけど、このピンクは補正力がすごい高いから、全く全部消えるってわけじゃないんだけど、和らぐのがわかるかな。本当に優秀なのよねこれ。で、凹凸も一緒になくしてくれるから、で、口元のくすみとかここら辺の黄み、今こっち黄みすごいじゃん、ほら結構ね、がっつりと消えるのがこのクマの、クマ消しというかこのピンクの下地のすごいところ。いや、ガチですごいんだよねこれ。もう1年以上使ってるけど未だにびっくりする。で、今日はファンデーションを使っていこうと思います。久しぶりに使うのはフィーのクッションファンデです。っていうのもやっぱ愛され顔なので、土台をちょっとこうふんわりと明るめな肌にしていくのがポイントかなと思ったので、なんかね、ノーファンデでもね全然化粧は漏れるんだけど、やっぱり土台がしっかりと明るくってカバーされてる状態のピンクメイクと、まあ、ある程度のなんかちょっと抑えつつのノーファンデメイクとだと全然顔の多幸感みたいなのが変わるので、もともとね肌のトーンが明るい方とかはいいと思うんですけど、私そんなに明るくないので、ちょっと今日はフィーのクッションカバーの00番を使っていこうと思います。私はちょっとあんまり濃くつけたくないんで、このスパチュラでこういう感じで、ちょっとあんま正しい使い方ではないと思うんだけど、こうやってやってからこう伸ばしていきます。三つよし、ちょっとごめんなさい、こっちチーク使っちゃったから赤いけど、なんかクッションファンデ苦手意識さある人とかはこういう感じでベース薄めにつけてあげるとスパチュラだと薄付きになるので、本当はさきっとさ、もっとさ綺麗にさスパーンってのせるんだろうけど関係ない。このフィーのクッションファンデはさ、なんて言うんだろう、マットなんだけどチュルッとするというか、なんだか不思議な感じで、セルブのやつだと結構フィットする感じのセミマットの肌なんだけど、これは若干ツヤも出してくれるから、ちょっと赤ちゃん肌というかバブフェにはすごい向いてる。セルブのお粉をつけていきたいと思います。画面可愛くない、ピンクとピンクとピンクとパールで。月曜日から元気、週明けとか始まりがテンション高いとそのままいきますから。これはブラシで小鼻とおでこと T ゾーンメイン、頬はねそのまま残しときます。続いて眉毛、エスコアです。まずは眉毛整えていって、ちょっと軽めの眉毛の印象にしたいときはペン先を長めに出して描くと軽く描きやすいです。ちょっと最近眉サロンみたいなところにも久しく通ってないので、ウォーボーすぎてそろそろ行ってみたいなって思ってる。なんかさ、眉毛がさ、自分の眉毛がすごい生えてるからさ、朝起きたらさ眉毛まで寝癖ついてんの。本当にどこ向いてんのそれみたいな。結構これ眉毛あるあるんだけど、本当にこれとか寝癖よ、眉毛寝癖なんだよね。私なんかすごいどこの眉サロン行ってもアーチ眉をおすすめされるんだけど、アーチすればするほどあんまなんかヘンテコリな顔になるというか、さっきの顔が、私平行の方が好きなんだけど、どう思う、移動的になんか長くなっちゃいそうですね。なんかね怖いよね。そう、ただでさえ中顔面長めなのにさ、アーチにした方がいいんだみたいな。私の場合さ、ここは長いんだけどここも短いし、本当は上に極端に長かった分をもうちょっと髪さんは下に配置してくれたら、またもうちょっとバランスが違ったと思うんだけど、人間ってこれ私昔から言ってるんだけど、ちょっと物足りないぐらいの美人の方が癖になって受けがいいって知ってた。だから私ってめちゃめちゃ完璧に可愛いわけじゃなくて、まあ、自分なりには完璧に可愛いんだけど、ブチュッとちょっとどっか惜しい感じがやっぱり世に受けんのよ。ロマンドです。可愛いか可愛くないか関係なく唯一無二なのよみんな。だから自己肯定感上げていこうっていう話鼻の下のシェーディングは最近なんか赤で結構しっかりめに囲うことが多いので、割とさささっとやることが最近多くなりました。で、顎下、ここをぷっくりすると横見た時に綺麗じゃない。
まあ、秋の愛されピンクなんで、ちょっと様々なシャドウを持ってきました。なんかちょっとこのヒンスの赤っぽい感じとか、イチジクっぽいピンクとか、ラカのもうザ王道ピンクみたいな感じとか、いろいろ持ってきたんですけど、チークは甘々ピンクにするんだけど、アイメイク甘々だとすごい腫れぼったい女になっちゃうので、ここら辺とこの赤を混ぜた感じで参りたいと思います。まず使っていくのがこちらのペリペラでーす。05番のイチジクの香りが広がるとき、広がりそう。っていう前に土台入れないとだよね。結構濃いからね、これ。じゃあ、イチジク広がる前に、03番のプライムローズの使ってきます。このような感じで、私はいつも適当に選びます。土台にちょっとベージュピンクっぽいのを乗せて。これ眉毛寝癖ついてる。さっきのこのイチジク。この色はね、ピンクすぎないピンクで、ちょっと赤みがある感じなので、締まる感じのカラーです。急進顔の人は、私みたいに目尻側を最初に中心的に塗ってあげて、余ったので内側塗っていくとバランスが綺麗かなと思うんですけど、遠心顔の方とかは、普通に中央から広げてってあげてもいいかなと思います。なんか丸目の方が可愛いと思うから、本当は。で、下まぶたを塗っていくんですけど、ちなみに上まぶたは、今手、アイテープ貼ってます。Amazon で買ってるやつ。よく聞かれるんだけど、珍しいアイテープとかじゃなくて、普通のアイテープで、続いて使っていくのがシピシピのいちごミルクです。これめっちゃいい。最近のコンシーラー系、涙袋系のやつで一番いいです。これ結構ピンクなのよね、いちごミルクというだけあって。で、私は最近こうやってここまで描く。まぶたの色的に発色しませんって人とかはよく使ってほしい。よく使ってほしい。ぜひ使ってほしい。こんな感じで、ちょっとオーバーにここを引きます。こっちまで。で、涙袋の形、自分の影よりもちょっと薄めにしてるんですけど、自分の作りたい涙袋の影に沿って、これを仕込んでおくと、後から勝手に描かなくても、涙袋の影が綺麗にできる。さっきのラカ飛ばして、いきなりこのイチジクの色いきます。下まぶたは上よりも、とにかく色を濃くする。ちょっとウサギさんっぽい感じで赤みを下に持っていくと一気に分かる。ちょっとこっちって全然多分違うよね。ここの部分とここの部分は塗らないようにします。このケイトのペンシル RD1 番で目頭を引きます。引きすぎるとすごいきつい顔になっちゃうんで、ちょっと下に下げるぐらい。そしたら粘膜を描いていきます。クリオです。02番です。柔らかめの焦げ茶ブラウンみたいなカラーの方がこういうピンクとか赤み系のメイクには似合うかなと。ちなみに今日のカラコンはピョナちゃんのルナヘーゼルです。愛されたいんで垂らします。で、今アイライナー引き終わったんですけど、この目頭側と目尻側なぞっていこうと思います。使うのがこちらのこの色と、目頭側を濃いめにぼかすのが最近のマイブームで、ちょっと末広っぽい感じにしてます。まあ、目尻はちょっとシャドウをぼかすっていう感じの気持ち程度なんですけど、目の形的にインライン引くとまぶたが薄いのかな、なんかまぶたまで色がつくの。それをぼかしていくといい感じにこういうちょっと末広っぽい感じになるんだよね。ほんでもって私はそのまま色ついたやつでこのここを駆けつけていきます。なんだかね、ここをね、やると私漏れるんですよね。ここからここまでが眉間ですよみたいな感じで、ここが平らに見える。まあ、ここ平らにしたい人ってあんまいるのかわかんないんだけど、目頭に移りましょうかね。なんかいつも同じハイライト使ってるからさ、ちょっと今日はこっちのハイライト使おうと思います。ローラメルシエ。若干ピンクなんで、ちょっとうるうるする感じ。なんか白だと強いなって時は、ピンクとかでやると可愛いです。あの、セルブのピンクとかでも可愛い。この、こことか、こことかでも可愛いです。こっちバージョンでちょっと重ねてみようかな。若干青みピンクに光るような感じ。こんな感じです。ちょっと青みじゃない。次に使うのがバニラ粉です。これで目頭をちょっとラメつけていくんですけど、といつもよりもギラギラです。ラカのこのラメ塗っていきます。ちょっとね、大粒のラメもあるような感じ。そして次こちらです。眉間のハイライトで、おでこ中心だけ丸くするために塗っときます。次こちらのリリーミューの眉マスカラ使います。リリーミューのマスカラはちょっとピンクっぽい感じ、ピンクブラウンみたいな感じ。一
回こういう感じでブラシに取ってからのせていくと自然です。まあ、しっかりと眉毛色つけたい方は直接行った方がいいんですけど、柔らかさを出したい方とか毛量が多い方、眉毛の毛量が多いといいんだけど、眉マスカラつけると一気に濃くなっちゃうから、なんか眉毛の毛量薄い人はそのままでもいいと思うんだけど、私みたいにめっちゃ生えてますみたいな方は、なんかドバッとついちゃうのが嫌な人、失敗しやすい人とか徐々につけていくといいかなと思います。眉毛も立てやすいし、立っちゃうのよ眉毛が立派だから、まあ、これはお好みなんだけど、私なんか甘さの中にも辛さがある方が好きなんで立たせたんですけど、立たせなくてもかもやもって感じです。あ、シェーディングしなかった。はい、アイムミミのシェーディング、エラは削りません。これの注意点は固まってるところがある、気づかず。この上からパウダーで崩れないようにしておきます。頭にさ、ケージュのさ、マニマニマニベイベー、全員調布が離れない迷うのよチーク。いや、これも可愛いのよ、ふんわりで。やっぱアイサレだからふんわりの方がいいかな。結構最近ここの目の下チーク結構やってるし、まあでも一応資生堂持ってきた。まあ一旦これでやってみようか、おかしいやつだ。で、まずこれね、これね、ふんわりするのにね、すごい可愛いの。これぜひ皆さん買ってみてほしい。チーク苦手だけどちょっと血色つけたい人とか買ってみてほしい。まあさすがに今日ちょっとこれで分かりづらいんで塗るんですけど、他のほんとふんわりするの。え、でもデートだったらこんぐらいでいいよね。もうちょっとね色をつけたいんで資生堂を重ねていきます。こんなようなカラーです。これを中央に若干青みがかってるピンクっていうのかな、これつなげます。顎も、あとこの目のところ、鼻にこれのこの赤入れていきます。ちょっとね、やっぱね、鼻ね赤くするとね、チュンとね高くなった感じの可愛らしい忘れ花になります。肉眼で見るとトナカイさんやね。で、このハイライト使っていきます。違う違う、先にマットハイライト、これじゃないわ、間違えた、しかもこっち、ジュディードールのニュートラルトーン04 N 番。最近マットハイライトが好きで、あと眉毛離したいって思ってる人とか、この眉頭とかに塗るとだいぶ離れます。あとは鼻の横はこう横に塗る、これも結構愛され顔。ワンホンとかはね、みんなね、可愛らしいお顔立ちの人はみんなここがね丸くて四角いのよ。マットハイライトでちょっと横長めに引いとくと丸いお鼻に見える。この鼻下に白のハイライト、マットなやつ塗ると鼻が立体的に勝手に見えてくるのでおすすめ。んーで、その後にハイライト、今度はキラッとするやつです。このキラッとは横にちょんちょんと、ちょっとこの鼻の下ら辺にすると鼻が短く見えるので、あぶります。意外といいね、この韓国で買ったビューラー、エレガンスの下地使います。これはもう本当に本当に本当に極小、マジで目悪すぎてさ鏡が分かんない。ちょっと乾かします。その間リップ塗っちゃう、最後がいいか。乾いたかな、乾いてないか。じゃあアイシャドウもうちょっと塗っちゃおっか、暇なし。じゃあ赤み足しますか、ということでこちらのを使います。愛され垂れ目、泣いちゃったよみたいな。赤いさ色で涙袋引くといいって誰か言ってた、聞いてみる。だから、はい、乾いたでしょう、ということで、このコスノリのねやつをこの間いただいたんで塗っていく。なんかこのマスカラはね、美容液も入ってるよみたいな感じだった。なんか薄付きのまつげが好きな人には良さそうって感じだった。私カスカスのまつげ好きじゃん。これは本当にそのカスカスの状態といい意味でね、まつげをしっかり盛りたい人には絶対向いてないと思う。長くはなるって感じ。愛されたいならもうちょっとまつげしっかりしたかったな。あ、でまつげつけるからいいか。ちょっとまつげを何本かつけていこうと思います。3本ぐらいだけつけてみようかな、うん、ちょっと10ミリのやつをつけていこうと思います。今1本真ん中につけた、これが今2本目。3本、まつげ完了したんで次リップに移ります。シェーディングからだよね、まずね。ザセムのペンシル、これは何番なんだろう、書いてないけど、ベージュみたいなやつ。ここの下と上と口角、そのまんまさっきのこのイチジクの香り広がるってやつ、ちっちゃいペンで取って動かしていく。下地にこのウォン・ジョンヨのモイストリッププライマー、リップ用化粧下地、これ本当に結構取れなくなるんだよね、色の発色も良くなる。ちょっと少量でドバッと出るから気をつけてくださいって感じだけど、あの唇の色のり悪い人すごくいい気がする。迷うな、これ絶対これはでも違うよね、うん、絶対違うよね、愛されないよね。ベースにこれとかはありかなと思ったんだけど、これジュディードールのマグネットスフレリップ103番、テレアベージュ、ちょっとオレンジっぽいベージュピンクだね、
その他の通り本当にスフレなんだよね。どっちかっていうと下の方が濃いめの方が最近は好きかもしれない。このままでも可愛いんだけど、これ塗ろうかな。眉毛濃い？こんな気もする。どう？おー少なった。こんな感じでメイクは完成したので髪の毛をやっていきたいと思います。ということでメイク完成しました。で今日は愛され甘顔メイクをしたんですけど、まあ、とにかくいつもは最近ファンデーション塗ってなかったんですけど、ファンデーションをしっかり塗ってあげて、ベースの土台からちょっとこうふんわりマシュマロ肌みたいなちょっと明るめなピーチ肌を作るっていうのがまず一つ目のポイントです。で二つ目は目の位置を下げて、目の下にね赤めのピンクをのせてあげることでちょっとうるうるっとしたうさぎっぽい甘顔になるっていうのが二つ目のポイントです。で3つ目は、アイライナーをちょっと垂らして、その上からちょっと焦げ茶っぽい感じのシャドウでぼかしたりとか、まあ、そもそもアイライナーをちょっと焦げ茶っぽい柔らかい感じのものを使うと目もはっきりするし柔らかい印象になるし愛され顔に近づくかなという感じです。リップなんですけど、唇まで結構がっつりピンク使っちゃうと濃い印象になっちゃうので、粘膜に近いようなさっき使ったこのスフレ系のこの柔らかい若干コーラル味があるようなものを使うとちょっと唇だけ粘膜系で柔らかい印象になるかなと思います。で私はこれ薄めなんですけど、これとグロスを重ねただけでちょっと割とナチュラルなリップを作りました。結構ねここのチークとこの目元の下まぶたが結構赤めでしっかり色があるので、ここを薄くしてあげると柔らかいふんわりした感じになるかなと思います。いかがでしょうか。久しぶりの私の甘顔メイクは、最近強い系のメイクばっかしてたので新鮮なんですけど、結構これからの時期にもいいし、まあ、春でも使えるし割とあのシーズンレスにしてもらえるようなメイクかなと思います。クリスマスももう言うてすぐなんで、気になる方とデートするときはぜひこのメイクを真似してみてください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしてます。